こんにちは、スリーです。今回はスタンスの目安が分からず悩んでいますの記事についてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。私も現役の頃は暇があればよく走っていました。足腰を鍛えれば安定したプレーができるというね、どんなスポーツにも通ずることを信じていたからです。ただ走り込みだけが安定力を高める方法ではありません。ちょっと意識を変えるだけで安定性が高まる方法があるのでご紹介します。まずこちら、その前にしゅんさんのご質問からご覧ください。スリーさん、お久しぶりです。スタンスについて質問させてください。先日県内でトップクラスに上手い方と、シングルスの試合をする機会がありました。相手はアグレッシブベースライナータイプのオールラウンダーで、私はほとんど攻められっぱなしになり、自分のテニスをさせてもらえず完敗でした。終わった後で試合を見ていた先輩からストロークを打つ時のスタンスの幅を指摘されました。私は肩幅程度でいつも打っていますが、相手の選手はほとんどのボールに対して野球のバッターのように広いスタンスをとっていたそうです。その後、練習でスタンスを広げて打ってみると重心が低くなり、下半身のブレも減り、相手がなぜ強力なストロークを安定して打ち続けるのか少し分かったような気がします。この技術を自分のものにしてレベルアップしたいのですが、広いスタンスを意識すると準備が遅れ、タイミングが遅れてしまうことと、スタンスの目安が分からず悩んでいます。常に広くを意識するべきですか？相手ボールまたは自分が打ちたいボールに合わせて変化させるべきか？個人差とメリット、デメリットなど、スリーさんの考え方を聞かせてくださいということでしたが、私の回答です。しゅんさん、ご質問ありがとうございます。久しぶりですね。スタンスについてですが、一番のメリットは股関節が動きやすくなることではないでしょうか。股関節は胴体と足をつなげている関節です。なので、股関節が動きやすいと体全体が連動しやすくなります。まあ、そうですね。だから、まず大前提として、スタンスが広きゃいいってわけじゃなくて、まあ、ある程度の広さがないと股関節が動きづらいんですね。要は、完全に気をつけの状態だと股関節って、ね、動きづらいんですよね。まあ、動きづらいというか、股関節から連動しづらいんですよね。だから、ある程度ね、スタンスの広さですね。足幅がないとね、股関節からね、膝足首へと連動しづらいのでね。まあ、ある程度ね、スタンスっていうのはですね、広く取っておかないと動きづらいと。ただ、ショットによって体の使い方は変わってきますので、ボレーやスマッシュはスタンスを変える必要がありますね。まあ、だから、どうしてもネットプレーとかっていうのは、ボールが瞬時にパッて飛んでくるので、それに対してやっぱりスタンスがね、広すぎるとね、一歩目が出づらくなったりするので、まあ、ネットプレーでそこまでめちゃめちゃ大きくスタンス取る必要はないと思いますし、ね。まあ、かといって狭すぎるのも動きづらいのでね。まあ、スタンスは一定というわけではないという考えを私は持ってます。まあ、スタンスの使い分けっていうのは、プロの試合でね、足だけを見てるとすごい参考になるので、まあ、テニスはこれだけやればいいというものがないのでね、実際に見ていろいろ感じ取ってくださいということでした。で、まあ、あとはですね、安定不安定で考えると、まあ、相撲っていうスポーツね、まあ、競技ありますけど、ほとんどの力士の人はスタンスを広く取ってますよね。同じならスタンスが広いと重心が広くなるので、下半身が安定します。まあ、だから、まさにね、その競技、ね、によっても変わるんですよね。だから、スタンスが広いとね、まあ、どっしりするんだよね。ピラミッドと一緒ですね。下が広いと大きい、ね、たくさんね、段を積み上げれますよね。だから、やはり土台は大きい方が安定すると。まあ、でもね、ボクシングってそこまで大きくスタンス取ってないですね。まあ、ボクシングも当然下半身の安定が必要なんで、まあ、ある程度スタンスをね、取らないといけないんですけどね。まあ、競技上ね、素早くパンチを繰り出したり、相手の攻撃を避けたりするのでね、安定だけじゃダメなんですね。要は、パッとすぐに動けるね、動きやすさっていうのも大事なんで、まあ、そんなね、相撲みたいな感じのスタンスの取り方ではないですよね。だこれはね、テニスでも同じことが言えるんですけど、まあ、それぞれのプレイスタイルによって、まあ、今のだとスポーツによってね、スタンスは変わってくるんですよね。まあ、ちなみに、ナダル選手はほとんどのショットを広いスタンスでスピンをかけて思いっきり打っていますよね。また、フェデラー選手は速い攻撃をするときにスタンスを狭くしてタイミングを合わせて打ちますよね。だ粘り強いナダル選手と速い展開のフェデラー選手はこのようにスタンスにも違いがありますね。だから、力士みたいにどっしりとした下半身のナダル選手とボクサーのように軽快に攻めるフェデラー選手。この対照的なところも彼らの戦いが、ね、魅力的である理由だと思います。まあ、だからね、ある程度広いスタンスは、ね、どのプレースタイルにも必要なので、それを土台にした上であなたもね、自分の理想的なプレーを追求してください。要は、まあ、簡単に言うとそれぞれなんですね。
でもあとは自分のプレースタイルによってその広さっていうのを意識しないといけないし、だただ足をね、スタンス広く取ろうじゃなくて、今言ったようなね、理由ですよね。相撲取りみたいにどっしりとしたね、プレーをしたいのか。で、ボクサーみたいにパパパーンってね、速い展開にしたいのかによってもまた変わりますしね。まあ、でもやっぱり股関節の連動からすると、まあある程度スタンスは広げないといけないと。そして自分がやりたいね、プレイスタイルね。これらをいろいろ合わせてね、自分にとって必要なスタンスっていうのを探すのが理想だと思いますので、まあ、今回お話したことを参考に、あなたも自分なりに合うスタンスっていうのを探していってください。それでは以上でこの音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。